皆さんこんにちは、日本人神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、7月の27日、マイナンバーカードなんですけども、まあ、ホームページなどでもいろいろと、まあ、IT 化の失敗のところに関してね、いろいろ申し上げてますけども、マイナンバーカードの本質は厚生年金に最初からしっかりと加入できるかどうかなんです。本当のところは。いろんな、人材派遣業法だとか、日給歩合出来高とかのこのいらない法律によって、で社会保険に入れなくて厚生年金とかそういったところに入れなくて、たらい回しになるんで後で生活保護になるっていうこのケースをね打破するために、マイナンバーカードがあると思っていただいても良いかと思います。それなくなってしまったら最初から住基ネットがあるからその所得に合わせて例えば3万円の給付金なり、少し前だったら5万円の給付金なり、まあ、他のもあるかと思います。でそれらを自動で行うんだったら住基ネットがもともとあるから番号最初からあるんですよ。だからもうあとは残された理由っていうのはまあ社会保険に最初からしっかりと入れるようにマイナンバーカードであってでその実態っていうものがね国の方ですぐに把握できますから、その民間企業がねピンハネしてるかしないかっていう労働者に対してね労働者を被害者に、してないかどうかっていうところで物事が見えますから、で余計な労働関係でもね余計な法律いっぱいありますから、給与の算定表とかねああいったものの表を載せておくぐらいでよかっただけだと思いますよ本当に。だから土日祝日の割増賃金についても、会社が選ぶかどうかみたいな話になるでしょ。だからその時点で、統一性がない時点でね、だから政府の方がどうかしてるといえばどうかしてるんですよ。どうぞでも受け止めれる内容ね。本来は土日祝日に関しては、どこの会社でも割増賃金をつけてあげなかったら、正直土日祝日じゃないと普通に働いてる人は友達とかと会えないでしょう。で子供ができたらまあ子供と一緒にまあ子供とどこか遊びに行ったりだとか、それ考えたらやっぱり土日祝日に出勤してる人の方が負担大きいですよね。だから割増賃金があるこれで良かったと思うんですよ。だからその辺のところで今最低賃金法のベースアップだとかそういう話で持ち越しだとか、昨日のニュースでね、いや根本は違うでしょうと、まず法律整えることの方が先なんじゃないですかっていうのが私の現実的なところで、それとあと社会実績に合わせて基本給を見てあげるかどうか、でそういう人を雇った時にあとは会社としてボーナスを支払えるかどうかっていう話になるんですだと思いますよ。だからある程度そういうふうな部分なかったら、じゃあ誰がどうやってどのようにして一軒家購入できるんだっていう話にどうしてもなるんですよ。だからもう今の現実社会を見るともう最初からもう将来何があるかわからないから、会社もいつまであるかわからないから、どっかが出店してきて、潰しをかけてくるからと、よく社会をよく分かってないと出店するんです。僕はもう無理だっていうことをだいぶ前から言ってます。飲食業なんか昔から厳しいっていうこともう27年前から言ってますよ。だけども出店した悪い人たちが存在するんでしょ。ずーっと作っては潰して作っては潰して延々としてるんですよ。経営者が全然真面目に仕事する気ないからですよ。出店をしない経営者がまともな経営者なんです。あとは事業整理だけなんです。世界先進諸国どこも少子化なんですから。だから GoTo トラベルキャンペーンもやめなきゃならないです。政府優遇機関が先にそれ申し込めてたんでしょ。税金を横領してたんですよ。旅行ぐらい自分で行きなさいって。で、頑張って、昔はファックスだったでしょ？会社の受け答え。だから顔合わせをしたんでしょ？で、その人を信用できるから会社間の取引が成り立ってたんじゃないですか。まあ今だったらデータ転送とはありますけども、パソコンとかで。
あとはマイナンバーカードで言わせていただきますと、顔写真のところね、正直僕もマイナンバーカードを作るときに、精神病院に入院させられて、通院させられてた時期だから、顔変になってるんですよ。運転免許証と顔違うでしょ。僕のホームページに、顔についてっていう欄があるから、それ見てもらったらわかります。運転免許証の顔と、マイナンバーカードの顔と、あとは、ベルシステム24っていうところを勤務しに行ったときの顔。違うんですよ。よく見ると。で、どうしても人間の顔って変わるから、固定することが難しい。で、固定できてる人はね、固定できてる人で、違法行為していても固定できてしまってるから、それはそれで話おかしいだろうの話になるから、これ誰かがルール作るしかないですよ。どうせ電波は介入してきてますから。いらない法律をたくさん削除しなかったら、もう話が延々と終わらない話になってしまいます。まあ、マイナンバーカードの本質は社会保険に最初から強制的に入れるっていうことなんですよ。強制加入にしなかったら人材派遣会社の人間とか聞いてくるでしょ。で、派遣先のところへ、この人は社会保険入らないでいいって言ってますよね。これで、ね。水面下でそういうふうな話し合いどうせしてるから、社会保険入れなかった人は負けなんですから。厚生年金たくさん、厚生年金の半分の金額は会社負担なんですから。ね、人材派遣業法なんか作って、人材派遣会社なんか作ったら、悪徳商法ばっかり。入るって言ってるの3回聞いてこられましたか？ビルシステム24の時のマーキュリースタッフィングという会社。仕事の仕方分かってない。どうせ電話に出てる事務の女性、髪の毛染めてるんでしょ。担当の嵐っていう人は髪の毛を染めてなかったけども、社会人としては未熟です。私が教えてあげなかったら、わからない人でしたから。まあ、マイナンバーカードの本質は社会保険にしっかりと入れることですよ。で、どこの会社が倒産していくか、それ見たらいいんです。以上です。